ははい皆さんこんこにちはメクセ講師の赤木です、えー、それでは私の方からですね、赤木式超短期の司法試験、勉強法を伝授しますというね、こういうタイトルで約45分から1時間ほどですかね、お話をしていきたいなというふうに思います。で、えー、とまあ今回のテーマですね、えー、まあ来年、来年じゃないですね、もう近々ですけれども、えー、先取りクラスというね、えー、その講座から始まって、法試験の勉強を始めようというふうな方、あるいはもうね、春からでも結構かなと思いますが、春の4月、5月ですね、そのあたりから入門講座で勉強しようと。 いうふうに考えている方向けのガイダンスになりまして、もう私自身がね、えー、まあ小試験2年で通った時のまあ勉強法であるとか、あるいはね、えー、その後の指導を通じてまあ感じた、こうしたらいいんじゃないのかという勉強法ですね。えー、そういったところをまあ中心にえお話をしていくというふうな予定にしております。はい。えー、まずはね、私のまあクラスの紹介というか目標ですね、そのあたりからお話していきたいと思います。まあ、お手元のレジュメの1ページですね、えー、そこをちょっとご覧いただければと思いますが、えー、クラスの目標、えー、これについては、えー、とりあえずは1年先ないしは2年先ですね、えー それのの予備試験というのを一応狙っていいくという予定になります、まあ、一応2018年、勉強の方で最短であれば1年先というねそういうことになりますけれども、まあ、あのそこは無理せずに 2, 2年先の予備試験ですね、それを目標にされるということでもねうちのクラスでは対応できるかと思います。あるいは予備試験ではなくてロースクールでね入っていくというふうなことも一応視野には入れておりまして、まあ、それらのね全体どこをね狙ってもいけるというふうな感じにしたいなというのが私のクラスの目標です。で中でもね特にに大事になるのは 言わずもがなですけれども論文試験になるだろうと思います。まああの予備試験においてはね担当試験から論文試験口述試験というね三段階、えー、これの試験があるわけですけれども、えー、担当試験の方はですねある程度自習というところで勉強ができるところにあるわけですけれどもその後の論文というものに関しては方向性間違えるとえらい目に遭うというねこれがまあ論文試験の特徴かなというふうに思います。でロースクール入試であればこれはもう論文試験一本というねそういうことになることがまあ、えー、ほぼね確実でありますけれども。 も、その論文試験においてもね、えー、対応できるように、というね、えー、これをクラスの目標にしております。まあ、あの、論文というのはね、えー、昔、まあ、ローマ一任ならずみたいなね、そんな言葉がありましたが。まあ、論文も同じでありまして、えー、論文も一任ならず。 えまあほぼ実力つけようと思えば1年はかかるというふうに思ってもらっていいだろうというふうに思いますでその1年どこで1年かけて培うかということで私のクラスではもう入門段階から培っていこうというねそういうふうな視点です、ねえー、どっちかというと1年だけで身につけきるというよりはですね入門から始めて2年目の論文対策講座そこまでひっくるめてですね論文のその実力というのをしっかりと身につけよう、まあ、こんなねカリキュラムになっていますでえー、と考え方なんです、ね でですすけれどもね、えー、論文を突破する上で何が必要か、えー、これはもうじ、えー、問題の出題形式ですね、えー、そこからも逆算してということになりますけれども、えー、論文突破する上では、まあ、事例問題で全く知らない問題これが出るというのを踏まえれば まあ事例問題ですから必ず紛争当事者これがいるはずですね A さん B さん C さん D さんというふうに複数の人物これが出てきてですね揉め事これを起こすわけですねでその揉め事に対して自分だったらどういうふうに解決を図っていくかというねこれがまず一つ必要になってくるだろうというふうに思われますまあ事例問題に対して当事者の目線というねこれはもう鉄則になるでしょうねどんな事例問題でも必ず当事者がいるということからその当事者の立場でどう言いたいかどう主張したいかという えー、これをまあ軸に考えていくというのは必須になる力であるかなとでこれはもう実務の、ね、法律相談を受ける時とかでも同じでありまして、ねえー、目の前の相談者からです、ね、こういうことがありましたああいうことがありましてで、ねえー、これに対して、ねえー、どうしたらいいでしょうかとか、ねまあ、どうしたらいいでしょうかという質問に対しては大体はこうしたいんだけどというのが隠れている、ねえー、ことがあるわけですが、まあ、それに対して、ねえー、弁護士の方としてはある程度忖度してです、ねまあ、こういうことが、ねえー、できるのかなこういうことをしたいんじゃないですかとか、ねでえー、こういうふうな当事者の立場で、ねえー、主張したいこととか言いたいこと ですよね、えー、これをまずは考えるとで、えー、法律論文になるとその言いたいことだけではね、えー、決着がつかないわけで言いたいことが通るかどうかというね、えー、この目線も重要にはなってきますで通るかどうかというのはこれはもう条文が出発点になりましてね、えー、条文に書いてなければ判例不分立ですね、えー、この辺りでも決着をつけていくと。 なので、当事者の言いたいことですね。えー、これが条文とか判例に基づいて基礎づけられるか。これを考えれる力というのが論文突破には不可欠なのかなということになってくるでしょう。で、まあ原告の立場で、まずはね、えー、当事者で言いたいことを考えていく。で、条文から基礎づけられるか。で、反対に、えー、今度は反対当事者が出てきますんでね、反対当事者の立場で言いたいこと、それからね、えー、言いたいことを基礎づける条文、ね、これがあるかどうか、ねえー、事実がそれが基礎づけられるかどうかというのをね、考えていくことになります。で、えっ、ー、と、論文突破する上で、 合格点ってどんなもんなんというね、えー、そういうことがよく聞かれますけれども一般的な合格点というのは司法試験の、ねえーまあ、管轄している法務省、えー、これがですね、えーごえー、答案 をですね、えー、その、えー、受験した人の答案をですね上から4段階に分類しているというふうに言われておりますで、えー、っと4段階のうちの一番上を優秀でその下を良好で3つ目が一応の水準で、えー、4つ目が不良というね、えー、そんな感じでこう分類しているわけですけれども合格点はというとおおむね、えー、予備試験ですと50点満点のうちの25点。 これがですね、1科目取れていれば合格してるというね、こんな感じです。まあ、500点満点でいくと250点ですね。これ突破していれば、まあ、余裕で合格かなっていうね、こんな現状です。で、それでもね、250点以上取れる人っていうのが団体どれぐらいおるのちょっいうとですね、まあ、毎年400人とかね、それぐらいの数字になってくるというところですよね。えー、受験者数は1万人超えてる、ね。もちろんその中で担当をね、突破していくというのはね、2000人ぐらいということになるわけですけれども、その中でもですね、その50点取るのに、まあ、上位2人 2割ぐらいいいいしかいないというねこれがまあ現状ですで、えー、そこをコンスタントに取るためにどうするかという視点で必要な能力がこの上の2つというところになってきますね当事者目線の上部市場主義、えー、この2つをねしっかりと身につけていくとでこの一応の水準という点数ですね50点中21点。 これがあれば一応の水準つくわけです。なので、ね、全、えー、科目この21点以上をコンスタントに取ってれば、ね、器用に21点を全部揃えるなんていう人はまあ普通いないわけでね。えー、だいたい1科目21点だったら次ね、26点とか28点とかですね。えー、そういうのもまあ点取れてくる。ね、一応の水準を最低限クリアするということを意識していけば、まあおのずと合格するかなっていうね、えー、そんな感じの試験になります。はい。 でこの必要な力が、ね、当事者目線と、ね、条文至上主義という,うなまな、あ、コンセプトに、ね、近いところになりますけれどもこれらをですね、えー、まあひっくるめて力として身につけていかなきゃいけないでもう少しね具体化してやっていくとその下ですね法律論文とはの後に書いているような感じになります当事者目線と条文至上主義ねこれをまあ言,い言い換えに、ね、近いところになりますが条文を使いこなす。 で、紛争解決をしていくというね、えー、これがまあ必要になってくる力としてね。えー、まあ、まとめられるところになるかなという感じですね。まあ、具体化できるね。ところになるでしょう。で、この中の条文を使いこなして。 というね、えー、ここがまあミソでありまして条文を使いこなす上では事例の把握これ間違ったらどうしようもないですで、えー、よくあるのは A さん B さん取り違えて理解するとかね、えー、取り違えて考えちゃうとかねこうなるともうどうしようもなりませんのでもう事案をちゃんと把握するというのも大前提になりますでその上で使いこなす条文ですけれども細かい条文とかそこまでは聞かれてません、えー、条文に関しては基本的な 知識ですね、えー、基本的な条文こここれれを使いこなすすとがまあ求められております条文についてのね、えー、基本的な知識でありまして、まあ、基本的な知識ってどこになるかというと、まあ、有名な判例があるところであるとかね、あるいは条文の言葉としてですね、多くの考え方が一致している考え方ですね。えー、そのあたりを、まずは最低限の知識ね、えー、重要な条文として押さえていただくと。で、その上で条文から考えたらどうなるかという思考力ですね。えー、これが、まあ、ベースになってくるかなというふうに思われます。ただ、まあ、出てくる 来る問題ですね未知の問題になってきましてそうそう簡単な問題ばっかりではありません、ね、中にはですね全く見たこともない事実関係で、えー、一応聞いてくるということもありましてでそういう場合には条文使いこなすですね、えー、基礎的な条文からするとこうなりそうではあるけれどもその通りでもどうもなさそうださあその時にどういうふうに考えたらいいかという応用ですよね、えー、ここもまあ問われることもありまして応用力これもある程度基礎に身に、えー、つけると。 いうところがます、まあたい使いこなすというね、えー、こうなってくるとまあ考え方としてはねいくつかにも整理されるところでありまして、まあ、ここの使いこなしに関してはね、えー、そのまあ講義の中でやっていくね私の考え方なんかをまあ盗んでいただければねこの応用力というのはそのうちね身についていくんじゃないかなというふうに思います。でここまでは考えるということでできてくるわけですが、えー、実際に論文を書くためには 書書くくく力も要りますんででねそ、えー、そのののこととにに関ししててはその下2つといううが重要になってくるでしょう文章力でありましてまあ文章力として日本語をちゃんとかける力ですよね、えー、まあ高校生卒業程度高校卒業程度の国語力があればねおおむねこの文章力というのは大丈夫かなというふうに思いますがね、えー、やっぱりこうね最近のまあ学生さんの中にはね、えー、主語と述語がもう全然ね、えー、みかみ合ってないというふうな問題であるとかですねあるいは、ねえー、目的語がない主語が欠けてるとかですねまあそういうふうな日本語として の文章にそもそも欠陥があるというね、えー、そういう人も中にはまあ、ね、ちょっといるのかなという感じはするんですけれども、まあ、少なくとも高校卒業程度の、ねえー、文章力、これがあればなんとかなりますし、それ意識的にです、ね、論文書くということを通じて、まあ、身につけて、ね、いけるものではあるのかなと、まあ、この文章力ですね、まあ、一番、まあ、身,に身,身近な、ねえー、その素材として活用していくことが、ね、できるものとしては、ツイッター、これがありますね、えー、140字でどうやってまとめるかと、結構至難の技でね、えー、140字で、 言いたいたことを1文ででまととめるというね、えー、それはなかなかか大変です、ね、一文じゃなくて2文にするともっと大変ね主語実語の対応ももちろんのこと、ねえー、ちゃんとこう、ねえー、前後の文章が、ねえー、つながってるということももちろん求められるわけで、まあ、この文章力というのもね、えー、ある程度意識してね鍛えるところはまあ必要になってきます。 あとまあ書ける人はね、えー、書いたらいいということになるんでしょうけれどもね、えー、ただ書ける人ほど迷うのが自己統制ですあれも書きたいこれも書きたいというふうな状態になってですね、えー、どれをどう書いていったらいいのかというのがねなかなかこうね整理がつかないとあれも書きたいこれも書きたいでもね答案書いたら変な、ね、採点がついちゃったと、まあ、いうふうなことはね誰しも経験することになりますが書くべきことということについて自分をコントロール、ね、できる力も必要です。ねえーまあ、プラスのの意味での、えー、統制力とというと、まあねえー いろいろ書きたいことがある中で優先順位つけて書いていく力ですね。あこれを勉強したからあれが書きたいというのを抑えて、 聞かれてることに答える。ね。聞かれてないことをいくら書いても点にはなりませんので、えー、聞かれてることを書いていくというね、力。逆にですね、えー、マイナスの自己統制って言ったら変ですけれども、まあ、負の状態になった時にね、えー、自分をどう統制するか、もう全くね、問題、見たことのないような問題が出てきまして、ね、えー、何書いたらいいかさっぱり検討つかないというふうな時も自分をコントロールする必要があります。で、その時どうやって考えるか。 当事者目線と条文史上主義をも出していただけたらね、えー、当事者は何が言いたいかな、条文からするとどういう風になるのかなというね、えー、その困った時に浮上する力というのも自己統制力の中なんかなというね、えー、そんな感じです。で、これらの5つの力というのを、まあ、私のクラスではね、まんべんなく身につけていくというね、えー、これをまあコンセプトにしておりまして、いつの間にか習得できているというね、えー、こんな状態に持っていければなというふうには思っております。まあ、あ,のあとはもうね、えー、必要になってくるのは条文力でありまして、まあ、条文がすぐにアクセスできるとかね、えー 条文に必要な、えー、条文じゃない、えー、最低限必要な知識ですね、これを条文から導き出せる、ね、あるいは条文見たら思い出せると、まあ、こんな状態にですね、えー、1年間の入門講座、それからその後のね、えー、論文力完成講座と、えー、そういったものを含めてね、えー、皆さんに使っていただこうかなというふうには思っております。結局まああのー、とまとめると 当事者目線と条文市場主義というね、えー、この一つにまあね、行き着くところになりますけれども、えー、このね、当事者目線、条文市場主義だけではね、えー、ちょっと具体的ではありませんので、それをもう少し具体化すると、使いこなす。条文使いこなすっていうのはどうするのかというと、事例把握。 から法的な思考をする最低限の知識そこから考えるとで応用するねそれから文章に書く自分をコントロールするまあこの辺りをねしっかりと身につけてもらうというのがこの講座の目的になっていきますはいでその上で今日のテーマというのはいかに短期間で合格するかというところでありましてね、えー、短期間で習得して合格レベルまで引き上げるにはその次のページですね何が必要になってくるかというところを次にお話ししますまあ短期間二時まあ概ね想定しているのは二年でありますね、えー、一応勉強始めて一年 で入門講座等を終わりましてでその次の1年で論文担当力などを、ね、完成させていくとおおむね,ですね大きなまあスパンとしてはそういうふうなことが想定されるわけですけれどもさあその中で短期間で合格するにはどうしたらいいかですけれども短期間で合格する上では1年目の飛躍というのは非常に大事になってきます、ね、よく言われるお話ではありますけれども。 はいえー、勉強を始めたところがまあゼロでスタートだと思っていただいてねで横軸を時間軸で、えー、上を能力、まあ、力ですねスキルと思っていただいたらいいでしょうで、えー、合格に必要なのがこのラインだと思っていただいてこのラインにどうやって短期間で到達するかと例えば、まあ、リミットとしては2年というのを考えるとして2年でここに到達するためにどういうふうにいくかということなんですけれども。 まあこうはいきません、人間ね。えー、こういうふうに一直線で、ねえー、上がっていくというのは、なかなかこうねうま、えー、くはいかない、ね。えー、人間っては時々足踏みしたりということもありね、ね、えー、あるいは飛躍的に伸びたりというところもあるわけですけどもね。えー、その辺踏まえるとですね、えー、どういうふうにしていくのが一番効率的か。これはまず無理です。1年目、スロースタート。2年目以降で一気に上がる。 まあ夢のような、ねえー、計画にはなるのかもしれませんけども、えー、こういうスロースタートははっきり言って無理です。最初の発射角が低ければですねそのまんま低いままでいくと。 おそらくですね、短期合格とは程遠いね、長期しても合格しないというね、最悪の事態に陥る可能性、これがありますので、この最初スロースタートというのはあんまりね、おすすめはしません。まあ、講義の中ではね、これはまたおいおいやっていけばいいというね、そういうのをね、指示することもありますけれども、それはそれね、ね習得しやすい順番というのはあったりするし、重要な順番というのももちろんあるので、その辺も踏まえて、もう後でいいという風に言っているものは後でやっていただいたら結構ですけれども、最初はゆっくりでいいや、みたいに軽くは考えないでください。ね、最初軽くでいくと、 おおむねですね、長期受験化するリスクは高まります。まあ、なぜかといえば、1年経った時点で見ていくと、ほとんど身についていません。ほとんど身についてないのに論文とか担当のね問題が解ける方は解けません。 解けるためにどうするか言ったら1年目の復習をもう一回しっかりやるということになってくるわけでね2年目の負荷がものすごくかかっていきますそうなるとね人間だんだんとねえなかなかできないできないできないとなると心理的にもマイナスのね作用を働いてきましてですねまあ早々は大きくジャンプアップというのは無理でしょうそれよりも目指してほしいのはこういう状態ですね最初の発射角を高くするこれに限ると思います 最初の発射角を高くしてである程度早い段階で近いレベルまで持っていってでその後は緩やかに上がっていくねある程度できる方になってくるとこちらのバージョンが比較的多いかなというふうに思いますまあそうなってくると1年目の時点である程度問題が解けてるという状態がね、えー、理想的こうなるでしょうね、えー、下の 低くく発射しててこういくのははハブっっきり言って無理です上に行った後こういくのはそんなにね、えー、1年目と変わらない、ねえー、努力でいけるかなまあも,もちろんね受験勉強の,その分野というのがちょっとね広がっていくというところがあるので、まあ、1年目と同じぐらいあるいはそれ以上の努力すればなんとかこの辺にまでいけるかなというね、えー、そんな感じに思っていただくといいと思います。はい、なので一番大事になってくるのは1つ目です1年目の重視と。 1>, 1年目でどれだけ高いところまで上り詰めるかこれによって短期合格するかどうかはまあ決定的に変わってくるというふうな感じはしますねでこの1年目で重視1年目というのはものすごくこうね試験までそんなに、ね、切迫してないというところで心理的な余裕もあるし、ね、さらにはね全く今まで勉強してないところをやり始めるとなおさらですけれどもスポンジが水を吸収するようなね感じですっとこうねいろいろと頭に入りやすい そういうい時期でもありますその一年目というもの1年目という間にしっかりとやっときたいのは復習回数を増やすこれになるだろうと思いますまあ3つ目にちょっと飛んでしまいますけどもね復習回数というものを1回より2回 1>, 1回や2回じゃお話によりも2回2回よりも3回3回よりも4回でありまして理想としては入門講座の復習としては皆さんに推奨しているのは2週で34回というのを最低限これを年間通してやってみてください。 で2週で34回というのは入門講座だけの復習になってきまして、ね、入門講座で一応知識を入れる講座これがやっていきますけれどもその後論文書く講座というのが始まとま論文を書くというふうな講座の時にはですね自分でいきなりは書けませんので教科書の復習するはずですその時に4回目5回目の復習というのは必ず入ってくるとこんな感じになりますね。 でさらに、えー、私の講座自体が、ね、2周する同じところを2周回すというのをね、えー、一応予定しておりまして、まあ、その時にもですね、えー、復習の回数もう一度同じ回数箇所を復習できるということになるはずでして2周で34回というものですね、えー、これは、まあねえー、やって,いって たら年間通してほぼ、ね、78回はまあ最低限復習できるだろうでさらに、ねえー、長期休みなんかが出てくるとその時に、ねえー、合わせてもう1回復習回すという、ねえー、そういうことをやっていくと、まあ、相当高みに上れるかなというふうに思いますただ漫然とやっとっても仕方がないところでありまして目的,意志目的意識ですねこれも大事になってくるでしょう でそれの目的意識との関係でいくと2つ目4つ目ですね、えー、この辺がポイントになるだろうと思います2つ目問題解く意識で学習すると1年目を単に34回復習というね、えー、そういうふうに回数を求めるとかね、えー、78回回すんだっていう回数もやすだけではですね論文解けるかという観点でいくとちょっと心もとなくなりますなので 論文解く感覚でインプットし復習する。この目的意識があるの隣の人はまた大きな差につながっていきます。論文解くのに必要なのは何というと条文と当事者です。なので論文解くのと同じような感覚で。 教科書を見ていく、ね、教科書の例えば判例があったら、ねえー、当事者だったらどんなふうに主張していくかなというふうに考えていったりとか、ねえー、条文からいくとこうなるよなとかいう,ふうに条文にちゃんと変えていくとか、ね、問題を解く意識で、ねえー、しっかりと復習していくとこの回数を増やすのと万全と復習するのととてもまた運転の差にはなってくるだろうというふうに思われます。さらに4つ目 暗記ではなく理解まあ最終的に暗記が必要,こと必要なことは否定しませんけれども、えー、いきなり暗記してもですね人間は忘れる生き物ですまあおそらくですけども2週間も経てばですね、えー、結構まあ抜けてるというのはこれはもう普通にあることですよねなので、えー、そういう暗記というのを繰り返し繰り返しやっていくエネルギーを使いますで、えー、使う割にはなかなかこうね覚えられない忘れてしまうそこにストレスを感じますそれよりも 暗記はそのうちとりあえず暗記を覚えようという努力はするんだけども同時に忘れちゃいけないのは「理解する」「納得する」これをたくさん踏んでください。「納得理解」これを繰り返すとですね忘れにくくなります。納得理解というのは「なんで?」というところをちゃんと分かると。 とでこんな条文になるのか何でこんな考え方するのか何でこれが必要になるのかというふうな,なんでなんでというところですね、えー、ここをちゃんと自分の中で噛み砕いてあだからこうなんだだからこうなんだというところをですね繰り返し繰り返し,していくとあこれだからこうこれだからこうこれだからこうと、えー、そこがですねものすごくスピーディーにつながっていくと。である意味忘れにくく つながっていきますね、えー、一応あるところを思い出せばあこれだったらこうなるなこれだったらこうなるなこれだったらこうなるなというふうな感じで。 つながりますそういう感じで復習を積み重ねていくことによって忘れにくくもなるのと同時にねこの高みに上る可能性ですねこれも非常に高くなるかなとね納得するというねこれであれば回数もね稼ぐことはできると思いますね毎回復習するときにですね書いて復習するという人もね中にはいるかと思うんですけれども書くのは時間がかかりますけれども読んで納得するこれはそんなに時間はかからないはずですね書くとどうしてもこうね 時間を食うけれども読んで納得するこれを繰り返すとです、ね、時間的にはそんなにかからない1回の復習に大体いいね講義時間と同じぐらいの時間これをかければねなんとかまあ復習は終わるということになるのかなと思いますので、まあ、そこもねちょっと意識してもらえたらなというふうには思います。はいいあととこれ勉強進んでいくと ね、え、落ち入りやすい弊害ではあるし、それから最初の方でもですね、えー、まあ結構やっちゃう人というのはね、出てきますけれども、まあ今はね、情報が氾濫してますんでね、えー、その氾濫してる情報というものをどうやってね、えー、こうなんていうかな、えー、取査選択していくかと、もうこれかなりね、課題ではあるんですけども、ぶっちゃけて言えば、もう手を広げないというのを大前提にしたら結構です。 でも、人によってまあ言うこともね、当然変わってくるしね、教科書によっても書いてること変わるし、というようなことで、何か一本ですね、自分の勉強となる軸、これを見つけたらですね、それ以外にはもう目をね、向けない、手を広げないというね、こういうふうな視点も大事だろうと思います。まあ、例えばですけども、このね法律の勉強に際してですね、まあ、大体こうね、合格者の方からですね、あ、こういう問題集いいよとかですね、こういうテキスト参考になったよとかね、そういうふうな情報をまあ結構横からね、耳にするということはあるだろうと思います。しかしながらですね、 えー、新しいことを入れていくというようなね非常にまあ なんかな、エネルギーを使うというところもありね、ね、えー。さらには、ね、今までやったことをね、えー、無にしてしまうリスクですね。今まで勉強して理解したことと違うことが書いてあるとかね。えー、そういうようなことによくよくね、えー、遭遇していきますで。そうなると人間ストレスを感じてですね、えー、勉強に対するこうね、やる気っていうのもねな、なんかこう半減してしまうというようなところが出てきてしまいますのでね。で、ここはもう手を広げないというのはね、大前提にしといた方がいいでしょう。ね、えー。あの教科書いいよ、テキストいいよとかね、言われてもですね、あそうと。ね。その人はその人、私は私ってね。 そんな感じでやっていくいう方が短期で合格するにはね必要になるのかなというふうに思いますねはい、まあ、ここ手を広げる人ですね、えー、大体こうねやっぱり長期化してしまうね手を広げたけれども結果何かというと得るものはそんなに多くないというところでしょうね1本に絞ってその1本の内容をですね濃くね太く理解していくという風なスタンスというのが非常に大事になってくるかなという風に思われますはいまあ、そういうことでね短期間で習得する上でこれらの意識というのはね常に持って勉強してもらえたらなとでまあ人間ね1週 時間,ね、時間としては24時間かけるの7168時間しかありませんでそのうちのね、えー、1日8時間仮に寝るとしたらね56時間は最初からもうないものになるわけですねでさらにそれ以外にもねご飯食べたりとか最低限ね、えー、生活に必要な時間というのは出てくるしで学校行ったりとか仕事行ったりというふうになるとさらにね時間は、えー、どんどんね削られていくわけであのー、時間ね、えー、1, 1週間でね勉強時間に費やする時間って本当に限られてるね、えー、そういうふうになるのがまあ多いだろうというふうに思いますでそのお少ないね、えー、時間と いうのを有効に活用しようというふうに思えばやるべきことを絞るこれも最低限ですよねやるべきことを絞るで、その上で濃くやりこなす これにも尽きるかなと、ね。えー、一個一個の時間の使い方というのをね、濃く濃くしていくと。まあそういう意味でね、一年目大事にする、復習回数確保する、その意味で濃くしていきますし、さらに内容的質的に濃くするという意味でも、えー、理解ですね、時間を節約することもなりますし、でさらにえー問題を解くという意識ですね、えー、これを持ってやっていくという風な中でですね、えー、短期間で効率的にまあ学習ができてくるかなというね、そんな感じはします。はい。えー、その上でね、えー、それをまあマスターする上で私のクラスをですね、えー、こういう風な運営の仕方して ましあ参考までにね3番ですねお聞きいただければなというふうに思います私のクラスのまあ特徴魅力とねなんか手前味噌みたいな形で書いてますけれどもまあ論文力いうのを1年目からじっくり要請するというねこういうスタンスに立っていますまあ1年目というのがね一番吸収しやすいし身につけやすいねそういうふうな時期でありますので論文を解くという意識づけ これで、え、ずっと勉強していくと。なので、えー、判例を見るときもですね、えー、まずは原告だったらどう主張したい。で、これに対して被告の反論どう主張したい。で、それぞれ要件どうなのかなというね、えー、そういうふうな、こう、論文を解くときのいつもの視点というのをね、えー、これを大事にしていきます。はい。 でまあそこのね論文を解くということを結構軽視した勉強する人が1年目で結構いるんですけどもねまあ人によってはそれでもうまくいくんでしょうけれどもね1年目、えー、担当をやるというのは僕ははっきり言って反対ですね、えー、1年目の勉強で担当よりはむしろ論文かなというね、えー、こう思います論文書くためには深い理解これ非常に時間かかりますね自分の言葉で書き切るというのが必要になってくるので、えー、論文というのがものすごく時間かかるのに対して担当 まあマークシートですね、えー、正解がその中にあるんですで、その中で正解を選んでいくというね、えー、それはですね論文書くのに必要な力でいくと本当に浅い知識これで足りますマルカペ結果が判断できたらいいというね、えー、そういう状態であればそんなに時間はかかりませんなのでね、論文解くのに時間を費やすべきというね、えー、こういうふうなことになるだろうというふうに思いますさらには論文と担当の関係なんですけれども まあ、同心円が描けるのかなとまあ択一担当というふうに思ってください、えー、担当で聞かれる知識の分野はまあこんだけあるとしたら論文で聞かれる分野というのはその中のごく一部という感じになりますでなおかつ論文で聞かれる分野というのは 実際に重要性が高いかからこそ聞かれるんです、ね、えー、実際に紛争なんかが起きた時に使う可能性これが十分にあるからこそ、ねえー、そこだけ重要なので、えー、自分の言葉で書けるぐらいまでしとかなきゃいけないとこうなるものでねこの論文対策のところというのをしっかりと点を取ることによって実は担当対策にもなってくると。 いう感じなんですね、えー、非常に大事なところであり出題頻度も高いところです当然担当においては出題頻度が高いというところでありますのでこの論文試験で出る分野ですねこれをしっかりとやることによって実は担当の基礎力というのも身につけているのと同じことになりますねで、これが逆だと話になりませんね、えー、担当の勉強をまんべんなくやってもですね要は論文出るのその一部ですし担当の丸べけが判断できてもですね論文でさあどう書く これに直結はしません。ね。えー、論文で自分の言葉で書けるぐらいになっとったら、まるべくはもう容易に判断できるね。えー、それぐらいになるんですけども、担当でまるべく覚えたところでですね、どうしようもない。ね。えー、そういう風になってきまして、えー、これ順番的には論文をしっかりする。 これが担当の基礎点を取るということにもなり、ねえー、その合格に必要な点積み上げる点数の、ねえーまあ、ラインをです、ね、下げてくれるということにもつながってきます。ね、論文で、えー、解ける知識ですね、えー、論文で必要になる知識これを全部取る、ね、これはもう理想になりますけれども、えー、論文で、ね、出る分野それを担当で出た時にもです、ね、9割ぐらいはもう絶対取っていくと。 その他の分野からですね、えーまあ、ある程度まめ、ね、なく取るというふうにしておけば、おのずと合格点、まあ、大体7割ラインというふうに言われてますけれども、えー、一応科目ですね、7科目プラス、えー、一般教養で予備試験は270点満点なんですけれどもね、270点満点のうちの、まあ、一応170から180ですね、えー、このあたりが担当の合格ラインです。なので、まあ、全体で3分の2にはなるんですけれども、一般教養の60点ですね、これがなかなか点取れるもんじゃないんですね、えー、20点から30点ぐらいしか取れないというふうにね、えー、自分の中で計算して いいいと思いますそうすると、ね、20点から30点しか、ね、一般教で取れなければ、えー、残りですね、えー、まあ例えば180点取るためにですね、えー、20点しか一般共有で取れなければ法律で160点取らなきゃいけないわけですね。えー、分の160約8割です、ねえー、その8割を取ろうと思うとまあ論文で出るところはほぼ完璧にしおかないとね、えー、これはなかなか、ね、取れないんじゃないかなと。でその上で担当 専用の分野、担当プロパーと言ってきますけれども、担当プロパー分野からも、まあ、ある程度拾えると、こういうふうに持っていくことで、まあ、論文担当、担当ですね、えー、担当試験がまあ合格しやすくなるのかなというふうに思われます。はい、まあ、そんなことで、1年目ですね、えー、担当やるより論文やれというふうに私は基本的には思うかなとい、ね、う、えー、ところで、まあ、実際にそうやった方が、担当のね、えー、突破っていうのも非常にしやすくなるかなというふうに思います。はい まあ他校ではね、担当優先でやるとかね、えー、そういうところもありますし、ね、えー、中にはね、えー、担当ばっかり、ね、えー、論文はもう後からでもできるみたいなね、そういう人もいるぐらいではありますが、もう結逆だろうと、ね、担当よりも論文を重視していただいたらいいかなというふうに思います。はい。 あと、大学なんかではね、なかなか論文力っていうの意識全然してないですからね、えー、大学なんかのね、えー、講義っていうのはもう教授が言いたいことを言ってるだけというふうなところも結構ありましてね、えー、論文を解くなんていうのと、まあ、はっきり言って、雲泥の差ですよね。で、ね、さらにですね、教授自身は法律のね、えー、実務の論文を書いたことがない。ね、えー、それはもう間違いないところでありましてね、えー、間違いないと怒られるか、えー、一応実務家からね、教授になった人は除きますけれども、えー、それまでずっと教授職しかやってない人をですね、その人に法律論文を書けるか言うたらですね、実務家の書く論文 絶対書けないはずですねなので、えー、実際の論文実務で通用する論文を書くという風な視点からすると、まあ、はっきり言っ大学なんかでは話にならんと、ねえー、そんな感じになるでしょう。はい,そう,いうことで1年目をね、えー、論文きっちりと身につけるという風な観点で、まあ、予備校で受けていただくというねこれは非常にまあ有意義であるのかなという風に思います。はい で、その上で、ね、えー、インプットアウトプット何するべきかということで、まあちょっとね、重なるところがありますけれども、えー、インプット、入門講座をね、指していますけれども、入門講座の中では、問題解く感覚で勉強していってください。まあ、私がね、えー、講義の1回目あたりにね、問題の解き方こうだよというふうな踏まえますんでね、えー、それをまあ踏まえて、えー、実際に何度も何度も自分で同じ思考をですね、やってみるというのがお勧めでしょう。で、えー、大事にしてほしいのは、事例。 これをベースにして、条文とか当事者の立場で考えていく。ね。当事者だったらどう言いたいか。で、その言いたいことが条文で基づけられるか。まあ、当事者目線あっての条文指導式っていうね、そういう感じもなるかなというふうに思います。で、復習しっかりやってください。ね。えー、条文しっかりと見直ししてください。条文からね、知識が出てくるっていうのはもう鬼に金棒というね、状態でして。で、論文試験では条文見ていいってね、そんな感じになりますんでね。えー、条文に、まあ、ひもづけをするということをね、ちゃんと意識しておきましょう。で、あとは理解ですね。やっぱこの復習するときには理解、 が大事でねどうしても暗記暗記暗記に入りたいね、えー、人がいます。ねえー、中にはですね、えー、予備校から配られるですね、論証パターン集なるものをね、一生懸命ね、頭から最後までお尻なんでね、暗記してるという人がね、いますけれども、はっきり言ってまあバカみたいな話ですね。えー、それをやるぐらいだったらね、えー、ちゃんとね、えー、条文から、ね、納得するという作業をね、繰り返し繰り返しやるということをね、やってもらいたいなと。で納得すれば人間ですね、えー、一応頭に入りやすいで。頭にある程度入ったらですね、表現も出てくるようになりますんでね、えー、そこのまあプロセスを待違 違いないといいいななとととううころは大事かなというふうに思います、はい、あと復習の回数できたら2週で4回というね、えー、そういうふうにお話ししましたけれども2週で34回具体的にどうするかですね、えー、そこは、まあ、こんな感じでやってみるといいでしょうはい、えー、ちょっとまあ今日のね、えー、入門講座のお話になりますが入門講座だと今刑法の1617これがありまして、はいえー、これが12月の17で次 日曜日のはずなんですがちょっとねクリスマスイブともありましてね23日になりまして、えー、その時に刑法の18と次係争1回目これが入ってきますでその後ですね、えー、ちょっとまあ変則的になるんですけども1月の6だったかなに、えー、係争23と。 まあこんな感じですねで通常であればここは1週間1週間という感じになるんですけどちょっと年末年始挟んでるんでね間が2週間飛んだりとか変則的な、ね、日程になってますが通常であればこれ毎週で間7日、間7日ですねそういう感じで進んでいく感じなんですけれどもさあその間に、はい、ここでやるべき復習前の回にやった内容を2回復習する、はい、ここでもこれを2回復習すると。 これはもうマストですねほぼ絶対やってくださいとこんな感じですでそれだけでやるんだったら他の人もやってます他の人もやってることを繰り返してもね、えー、あまり追いつけませんね追いつけないというかね差がつきません他の人もやらないことをということで考えると前の週の復習入れるんですねここにねここも同様前の週の復習1,2回入れると こういうふうに積み重ねていくことによって年間で最低2週で34回っていうのがずっとコンスタントに行くと。でまあちょっと入門講座のねカリキュラムがですねちょっと変則的になる日週それがあるので若干ちょっとこうねペースが乱れるということは出てくるかもしれませんが基本は2週で4回。 2週で4回が無理なときは2週で3回というね、えー、そういうのをまあ基本の、ねえー、一応回数にしておくというのがいいのかなというふうに思いますはい、えー、そういうことでね、えー、ここは、ね、2週で34回というのは一応一つの目安にしてですね、えー、進めてもらうというのがいいのかなというふうには思っておりますはい、えー、そういう感じでね2週に34回やっていけばね復習回数もおのずとね、えー、やれるかなと思いますでこれあの復習の取っか,かかりも実は重要でね、えー、復習を始めるタイミング 講義の4日目とかになるとね結構講義の印象を抜けてますんでね、えー、できる限り講義の翌日遅くとも翌々日には復習に着手するというぐらいにはしておいてくださいで大体ですね1回目の復習というのは講義時間と同じくらいね最低限かかると思いますで2回目はですね結構早まっていることが多いので2回目の復習というのは、えー、その3分の2から2分の1ですね、えー、それでまあいくかなとそうなるので、えー、2回の復習 はい、早い方でいけばこの2回目の復習ですね、えー、3時間3時間1回目の復習でかかるでしょう2回目は2時間2時間で済むかもしれませんそうすると5時間合わせて10時間ですね、えー、1回のね、えー、1コマの復習について5時間ずつ 10, 10時間使えばなんとかなるとで3回目4回目の復習をもう少し、ね、短期間でやればやるほど早くなってるはずです、ね、1時間で終わるという可能性もありますので、えー、この復習ですね、えー、2時間ないしは4時間、ねえー、これをなんとかね、えー ひねり出していくとまあ少なくとも14、五5時間で少なくともじゃないな、えー、早い方でですね早い方で14、五5時間で復習は終わるかなとねで復習の目安としてはもう暗記は結果ですので、えー、とりあえず納得したというプロセスを踏めば一旦復習としては終了というふうに思ってもらって結構ですね、えー、復習として、ね、覚えるところまでとかいうふうにやってると多分パンクしますんでね、えー、納得したら一旦終了というね、えー、そういうふうにしといてくださいそうすることによって2年目3年目ですね、えー、そこのところでね、えー 納得できてないところというのは、ほぼね、なくなるかなと。で、それに対して逆に暗記を追いかけるとね、納得しないけども、何か覚えなきゃいけないとかね、えー、そういうところも、まあ、たくさん出てきてしまいかねません。まずは納得する。ね、こうすると、まあ、覚えるのもね、えー、結構、なんていうかな、覚えやすいね、えー、状態には持っていけるのかなというふうに思います。覚えやすい状態になんとかね、持っていくという感じにしましょう。はい。 で、その上で、入門講座を受けるだけでは論文力つきませんのでね、アウトプットでちゃんと論文基礎力養成討論というね、こういう科目がありますので、論文基礎力養成討論をしっかりとね、毎回受けていただければなというふうに思ってます。で、解くというね、ことを毎週ですね、4問ずつやっていくね、そういう講座になっていきます。で、思考力以外ですね、その力をね、ちゃんと身につけてください。事案の分析、それから応用、それと文章力、それからですね、自分の統制、そのあたりまでね、この思考ですね、アウトプットの中で 身につけてもらえたらなというふうに思いますで、アウトプットの勉強の際には復習の視点がインプットと変わります間違った際にどうするかというねこの視点を大事にしておいてくださいで、間違えた問題をできるまで解き直すというのがまあ理想にはなってきましてねただまあ、間違えた問題もですねなぜ間違えたかで、論文の場合間違えたというよりも出てこなかったというね、えー、そういう可能性もありまして出てこなかった間違えたその理由をちゃんと自分で考えてくださいで、多くは 復習の仕方が足りなかった、ねえー。ちょっとテキストに書いてあるところが思い出せなかった。というね、えー、そういうこともまあ考えられますけれども、どう考えたらいいかわからなかったというね、えー、そういう場面も出てきます。その場合には考え方を真似てください。ねえー、こういうふうに考えたらこうなるよねというふうな、ね、考え方も示していきますので、えー、考え方がわからなかったということであるならば、その考え方ですね、これをちゃんと吸収するという感じにしてもらえたらと思います。はい、それが一応私ののクラスのね 論文力1年目からじっくりはい。それ以外も私のクラスの特徴を徹底してメリハリ付けしまして、必要になるのはテキストと条文のみというね、えー、普段扱っていくのはテキストと条文ぐらいです。まあ、レジュメを配布しますけども、レジュメはですね、これはもうテキストを補充するものというね、そういう位置づけです。なので、条文とテキストですね、えー、これに一本化する。で、えー、書き込むのも、これら、どっちかというと、テキストに書き込むというね、えー、そういう状態にしていってください。まあ、2年目以降ですね、問題集を解いたりとかね、あるいは条文え いたりととうことは出てくるんですけどもね、えー、その辺、条文に書いたりとか、問題集に書き込んでるとですね、あれ、これ、なんかどっかで書いたなとかね、そういうことになりかねませんので、書き込むのはテキストに一本かとね、こういうふうにしておいてください。さらに、まあ、私のクラスでは、マーカーですね、えー、5色のマーカーを使い分けてね、大事なところを、ね、マーカーしていきます。逆に言えば、大事じゃないところにはマーカーしませんのでね、ねマーカーしてないところはまあ、ね、ある程度、軽く読み流すなりね、そういうふうなこう復習のスタンスですね、これを持っていただけたらなというふうに思います。はい、あとランク付け、WA ABCD。から A B C D ま、5つに分けます。まあ、ランク外というのもありますんでね。えー、ランク外でいうと 6, 6つになりますけれども、まあ、一応 B までが論文対策と。で、CD はたく卓一用担当対策ということで、最低 B 以上ですね。えー、これをま、しっかりとしておこうと。こういうふうにしておいてください。で、あと、学習時期もね、メリハリつけます。1年目でやるべき、2年目でやるべき、あるいは1週目でやる、2週目でやる。ね。私のクラスは24回の入門講座ですね。えー、民法ではあるわけですが、民法の入門についてですね、えー、前半の20回で1回目。21回かな。えー、1回目。 で残り3回で2周目ということでまあ基本的なところを1周回しでその後応用的なところを2周目で回すというねそういうふうなスタンスでやっていきます。はいあと 手を広げるな。これはもうね、えー、口酸っぱくね、時々言うことになると思います。もうね、テキストに書いてあること、それ以上に深入りするなとかね、えー、そういうことをもうよく言います。ね、深入りすると、なかなかですね、えー、法律の森と言われるぐらいでね、えー、森の中に迷い込んでね、青木ヶ原の重体に迷い込んだらもう出てこられませんからね、えー、そういうことになってくると、これは大変なことになります。ね、えー、勉強が、ねえー、手につかないということにもなりかねません。手を広げるというのは、ある意味、リスクの方が高い、というね、えー、そういうふうに思ってもらっていいかなと。 ね、なので、えー、できる限りまり、あ、手を広げることはせずですね、えー、テキストに一本化してテキストに書いてあることを中心に、ね、やってもらえたらもういい必要十分かなというふうに思いますね。まあ私のクラスのね、えー、入門講座のまあ特徴ですけども。 情報量がめっちゃ多いですね、えー、これで入門かいうぐらいにね、えー、情報量がかなりね、えー、多いのかなと、まあ、司法試験に必要な知識の95%ぐらいね、えー、論文用の知識でいくとほぼ99%に近いぐらいね、えー、これをお話しするという感じになりますので、まあ、そういう意味であの手を広げると多分ね、パンクします。えーまあ、他の まあ、予備校とかね、通っている方でもね、同じでありましょうけどもね、手を広げるというのはこれはも最低でね、せっかく覚えた知識ですら薄めてしまうね、そういう可能性がありますので、あまり手を広げるということはね、しないようにしてもらえたらなというふうに思います。はい、その後ね、私のまあ、クラスの特徴でちょっとね、手間味噌みたいな感じになりますが、まあ、全科目、私が一人でね、見させていただきます。しかも論文までね、見させていただきますので、そういう意味でね、一貫した考え方というのがね、身につくだろうと思います。まあ、予備校によってはです、ね ですねえー、インプット講師アウト,トアウトプット講師が変わるとそれからですね、えー、その科目ごとに変わるというふうなね、えー、そういった、まあ、予備校なんかもありますがまあ考え方が変わると面倒くさいですね、えー、考え方が変わるとですね、えー、あれこの考え方この科目で使えないのか似てるのにとかね、えー、そういうこともありえますね民法と商法とかね刑法と刑法とかですね、えー、行政法と憲法とかね、えー、この辺り非常によく似た科目なのにね講師が変わるとですね全然考え方ちゃうやんけとかね、えー、そういうことも往々にして出てきてしまいますなので でこれはもう科目,が、ね、科目によって講師が変わるというのはこれはげてリスクでしかないというふうに、ね、私個人としては思いますし、えー、それなりに、ねえー、その科目の、ね、プロがやってるんだみたいなね、科目の専門がやってるんだとか言うけれども7科目、ねえー、そんなに違いありませんので、ね、7科目についてです、ねえー、ずーっとやってる私の方がそれはもうプロだろうと、ね、私は自負しておりますけれども、ねえー、この7科目というのを ね科目別にですね、なんかプロだ特化してるとかですね、えー、そういうふうになんかビジレイクで言ってる人は結構いますけれども、ほんまかいなってね、えー、その辺はこうね、えー、自分で言ってるだけではちょっとね、あれなので、ねえー、そこのところ実際に中身見てですね、比較して私の講座と,とね、比較していただけたらね、まあおのずとわかるんじゃないかなというふうには思います。はい。で、あとね、順番も大事。えー、予備校の科目。 多いのは県民省民訴訴行政、まあ、こんな順番で勉強してるのはもう今時ね、時代遅れとね、えー、いうふうに言わされないかなと思います。大事なのはこれね、あの科目別で、えー、系統別に勉強するというところかなと私としてはね、思っていますね。えー、民法、商法、民訴これは民事系ということで、ひとまとまりです。から、刑法、刑訴これは刑事系ということでひとまとまりです。あと、憲法、行政法、これも広報系、ね、えー、公の法律の系統ということで、まあ、これでまたひとまとまりということでね、 これら系統別にやった方が、 考え方もそっくり出すし、それからですね、えー、思考も、ね、考え方と一緒ですね、えー、まあ法律的なこう論文の解き方というのもね、非常に似通っているというところがありますので、まあ、この系統別で勉強するというのがまあ理想でしょうね。で、私のまあ一応入門講座の特徴ですけれどもね,ね、まずは春であれば民事系やっていきまして、秋口から刑事系が始まり、冬に広報系やるというね、まあ大体そんなサイクルでね、毎年やっておりますけれども、まあその、ね、系統別にやるということで、似たものは似たところで勉強できる。ね ニコイチで済むような勉強であればですねもう近いところで一気にやった方が効率はいい、ね、特に刑法憲法と行政法刑法と刑法ですね民法と商法 本当に似回寄ってますんでね。まあ、民村もね、えー、商法とそっくりなんね、ところも非常に多いので、まあ、そういう意味で、あのー、系統別にね、しっかりやった方が、まあ、効率も上がるだろうというふうには思います。はい。えー、最後にね、えー、勉強方法の方針ということもね、ちょっとだけお話し,しますけれども、1年目、2年目、やるべきことですね、ウェイトが変わります。1年目のウェイトはインプットに置いといてください。大体いい8対2になるかなというふうに思いますね。まあ、インプットが8から9でいいかなと思いますね。で、それに対して2年目以降、理想になるのはインプット 2から3ですね、えー、そんな感じでしょうで、えー、これは1年目でどこまでいったかによって変わってきます1年目でインプットがおぼつかないという方は 残念ながら2年目でも1年目のインプットをしなければなりませんのでね、1年目でしっかりインプットした方ががんがん問題解いているのを尻目にですね、自分1年目の復習を一生懸命やっていると、そういううな状態にもなりかねませんよね。それはどんどん差がまた開いていくね、状態になりますので、そうなってくるとね、なかなかもうね、挽回は無理かなという感じになりますね。2年目のね、始まった段階である程度入門の復習はしっかりやっとくと、少なくともですね、全科目復習は3、4回はね、終わっているというふうな状態じゃないと、 ななかなか論文としては、ねえー、しっかりとかけてこないかなといいううふうには思います、はいえー、そういうことでできたらもう1年目しっかりとというね、えー、そういうふうに思っておてくださいね、えー、1年目のところでね、えー、しっかりと8対29対1でも構いません問題解く数が少ないな自分で実力が身についているかようわからん、まあ、それはねあるかもしれませんけれどもまあ焦るなと、ね、2年 1, 1クールみたいなね、えーまあ、2年1クールちょっと、ね、大げさではありますけれども2年経って合格ラインに乗っかったらいい。 問題をガンガンン解くく機会はおのずとはやってくる1年目では論基礎程度にとどめとくというねこれがまあね基本的なスタイルとしては OK なのかなというふうには思います逆に2年目以降はアウトプットを増やしてください問題解くということですけれども問題解く時間の方を多くね取るようにしてくださいでインプットはどういうところをやるかというと1年目でできなかった弱点部分ですねそれの復習であるとかあるいは担当 科目の勉強ですね。え、それらの、まあ一応新しい勉強もね、少し、まあ必要になってきますが、2年目以降のインプットについてはね、そういうことで弱点、1年目でやった内容については弱点の補強だし、2年目以降でやるべきね、担当とか、実務基礎科目ですね。このあたりが、まあ2年目の中心の勉強になるのかなと。そういうふうになっていくと、まあ2年でのね、合格というのもね、おのずと目に入るのかなというふうに思います。はい。え、それとですね、4ページちょっと入りますけれども、先取りクラスですね。え、一応ね、 だけ、えー、2月前半あたりからね、えー、もう憲法からも始まっていくというね、えー、そういうクラスが始まります。まあ、先取りクラスということで普通の春生が5月ゴールデンイク明けですね。そこから勉強始まるんですけども、先取りクラスの方は3ヶ月早くの勉強を始めると、まあ、こんな状態になります。で、先取りクラスで入るとですね、やはりね、えー、人のつながりがまちょっと多くなるかなというね感じがしますね。えー、憲法行政法 これは前の年度のクラスに入る。で、民法以下は春開校のクラスに入るということで、まあ友達が2倍に増えるというのはね、えー、非常にまあ人的つながりですね、これは多くなるかなというふうに思います。はい。えー、それ以外にも、先取りクラスの目、えー、魅力。 ヶヶ月月早早くく終終わわりりまますす一憲法から始まって最後刑事訴訟法で終わりますけどもね、えー、刑事訴訟法大体1月の終わりから2月の頭で終わりますがそっからあとですね担当専用とか論文専用とかまあ勉強ができるというね、えー、そういう時間が出てきます。はい、えー、これ 春開講の方だとね、えー、5月始まりの4月終わりでして、1年目終わる、ね、時期が3ヶ月違う、ね、その3ヶ月の間にですね、えー、春開講の人よりも論文解く時間とかね、担当解く時間が出てくると、ないしは復習する時間も増えると、そういう意味でね、えー、非常にこうね、えー、魅力あるというか、えー、人より上に行くという意味ではね、えー、かなり上に行けるね、えー、そういうふうなクラスになるのではないかなというふうに思います。はい、まあ、そういうことであの、春から勉強するというのを考えている方であれば、できたらこれも先取りクラスで入ってしまった方がですね、えー、人よりもかなり早くね、 えー、先に行けるかなというふうなところはありますので、まあ、よかったらね先取りクラスから入っていただけたらなというふうに個人的には思っております。はいそんなところで、えー、私のです、ね、司法試験の勉強法、まあ、超短期の勉強法というところを、ね、ちょっとお話しさせてもらいましたが、まあ、重複になりますが、ねえー、2ページの2番で書いてあるところですね、えー、そこの意識づけというのをね、えー、大事にしていただけたらなというふうには思っております。ははいそういううこことででで私からのおお話はこれれ終わりますどうもお疲れ様でした